二人で出かけたってスキーツに聞いて心配したんだよ。アーディー、今は疲れてるの。なんなのそれ。ねえ、ディーコン、ありがとう。あの壊れた変圧器を直しに行くときは知らせてくれ。わかった。やってられない。一体どうしたの？そっちこそその態度は何？だから言ったでしょ？疲れただけだって。それは悪かったけど、私も心配したんだよ。何も言わずに勝手に出かけるなんて。そう。それだけ？なんか用か？なんかあったらまた来な。また来いよな。どうした？おう。あら、いらっしゃい。ブレア。何でも揃ってるよ。そう、来てくれてありがとう。調子は？変なの。前はここが好きだったのに。毎年夏になると。リッキー、いるか？俺はしばらく留守にするから、スキッゾに疑われないようにうまく話を合わせておいてくれないか？ああ、リーコ、何すんの？ルーザーが。かなり落ち込んでるみたいでな。元気づけてやりたい。でもどうやって？そうだな、とりあえずあいつのバイクを取りにオリアリーザンに行くかな。歩いていくには遠いね。なんとかする。スキッゾにはうまくいってくれるか？いいよ。助かるぜ。ありがとな。よ、リッキー、奴は回収できたか？ああ、あいつ急に協力的になったよ。仲間が到着した時ちょうど群れが迫っててさ、種のありかを言わないと置き去りにするって言ったわけ。ああ、そうか。俺なら奴をフリーカーにくれてやったけどな。それ、アイアンマイクが許すわけないでしょ。ああ、わかってるって。じゃあな。マイク、見つけた。生け捕りにしてくれてありがとうな。裁判を開いて。
オブライアン、キャンプクリークの近くの発信機まで来たが、ああ、何もないぞ。待ってくれ。ああ、エンシ、隊員がもうすぐ到着する。いつも通りだ、よろしく。へいへい、いつも通り命がけで覗き見をしろってことだろう。わかったよ。こちらオブライアン、聞こえるか。ああ、で、何があったんだ。最後に話したとき、様子おかしかったぞ。いや、別に何でもないよ。組織の秘密を探ってて、危うく捕まるところだった。ああ、どうだっていい。俺が欲しいのはサラの情報だけだ。ああ、仲間に調べさせてるよ。でも、時間はかかる。だから、待っててくれ。ええ、ずいぶん前から待たされてるかな。今回の部隊は僕と所属が違うから、追跡できるよう、ヘリに。追跡装置をつけろってんだろ、ヘイ。で、白い宇宙服着てるやつのスパイすんだろ。他には。ああ、殺されないようにしてくれ。ちゃんと無線の通信も切っておかないと。それにこれはスパイ活動じゃなくて素行調査って呼んでくれ。じゃあまた。なんと呼ぼうと、俺が命がけでやってることを忘れんな。さあ来たぞ。
要するにフリーカーの中には、朝起きてからシャワーを浴びて着替えてお気に入りの時計をしてから俺らを食いに出かけるのもいるってことだろう。でクソもする、こいつらはどうしてこんなくだらないことをしてるんだ。今の聞いてたか、オブライアン。よし、さっさとここから出るか。オブライアン、いるか。オブライアン。待って。ああ、いるよ。装置を設置した。データもある。調査員は男だった。それとも女。は？え？なんで？性別を教えてくれ。女だったが、名前も知りたいとか言うなよ。了解。また連絡する。じゃあ。ああマイク、見つけた。生け捕りにしてくれてありがとうな。裁判を開いてあいつの言い分も聞くつもりだ。そりゃよかった。キャンベルとリードにも言い分があっただろうけどな。キャンベルたちに代わって証言する連中だってちゃんといる、目撃者もな。これが俺たちのやり方だ。5分くれりゃ奴を自白させてやる。大丈夫だ、それはこっちでやる。じゃあまたな。ブーザー、いるか。なんだ。調子はどうだ。いつも通りだ。まだヘリを追ってるのか。ああ。奴らの目的は分かったか。さっぱりだ。オブライアンは嘘はついてなかった。ネロはフリーカーを捕まえて調査をしてる。理由は分からない。もう行くぜ。スキッズに言われてんだ。今日は便所当番だってよ。クソくらえって言っとけ。伝えとくぜ。じゃあな。使えそうだ。よし。Hmm.
スクラップか。
しねえ。どっかのキャンプで売ろう。弾はいくらでも欲しい。いけるぞ。
しねえと。ああ、悪くない。まだ危ない。
っ。